はい、こんにちは。まーちゃんねる前原です。今日はこちらで遊んでいきましょう。ベイブレードバーストの超絶改造セットです。はい、こちらですね、2018年11月17日、昨日発売ですね、うん。超絶バルキリーと同日発売の超絶改造セットを購入しました。うん、今回すごいお得だよね。そう、なんか新しいパーツがめっちゃ入ってるしね。そう、めっちゃ入ってるし、4つもベイが入ってるしね。うん、これだけですごく遊べるセット、これかなりおすすめだね。そうだね。はい、はい、じゃあ早速開けて遊んでいく前に、黄金の5秒間。この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。というか、せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね、はい、じゃあ早速開けていきましょう、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらが超絶プリガンゼロウォールゼータダッシュですね。お、はい、早速セットもしてみましたけれども、うん、すごいごっついね、このスプリガンね。すごいね、バルキリー並みだ。これもなんと無敵モードなんだね、うん、超絶バルキリーと一緒。そうだね、うん、超絶バルキリーと一緒で無敵モードになるんだね。ただ違うのは左右両回転。おー、すげえ、うん、でゼロディスカイズも出てるけど、このウォールフレームっていうのは初登場だよね、うん、攻撃力強化パーツだって。厚く重い形状で全能力を底上げするバランス系フレームだってさ。すげえ。ゼータダッシュドライバーはゼータドライバーの強化バネ版だね、うんうん、だから3つのモードが入ってるわけですね。なんか超絶スプリが最強だね。これはすごいね、うん、続いてこちらがオーブイージスアウタークエストだね。そうですね、こんな感じ、うん、クエストが今回初登場で、そう、なんとこのユニークな形状ね、なんと吸盤がついてるのね。吸盤でこう何ベースタジアムに張り付いて、で上がこう回ってるってこと。これすごいいいベイじゃない。これここで回るのかなすごく気になるね、これね。はい、続いてこちらがクラッシュラグナロク5クロスボルカニックダッシュですね、うん、はい、ボルカニックダッシュ、またもやダッシュ系ドライバー、うん、そうだね。最後にこちらがブラティロンギルスワンダッシュダガーサイクルだね。はい、ワンダッシュダガーはよく使ってるね、うん、でサイクル、これ懐かしいね、ここくるくる回るやつです ね。今回は新パートはないかな、うん、うん、はい、じゃあ早速いつものアングルでシュートしていきましょう。はい、じゃあまず超絶スプリガンからシュートしていきましょう。ゴーシュート。出てんのかな、ちょっと分かりづらいね、黒いからね、ちょっと黒くなってるから出てんのかな、出てるっぽいね、うん、オービリスシュートしています。はい、ゴーシュート。うわあ、くっついてるわけじゃない。あー、でも不思議な感じ。え、こんなゴールになってんのに面白い。はい、それではクラッシュラグラウンドシュートしてみます。はい、ゴーシュート。これはボルカニックダッシュだ。こうなりますわ。そうだね、早っ。これはバレンボだな、きっとな。じゃあブラティロンギネスいきます。はい、ゴーシュート。おー、こんな感じね、うん、やっぱりなんか紫だからかっこいい。ちょっとそうだね。はい、じゃあ早速バトルしていきましょう。私が使うのは超絶バルキリーゼニスエボリューションですね。はい、じゃあ僕は超絶スプリガンゼロオールゼータダッシュでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュート。あっと、そうだ、左回転。3、2、1、ゴーシュート。左回転だ。よしよしよし、今度はオーバー、逆にね。3、2、1、ゴーシュート。ちなみにドライバー何モードだったの。アタック。アタックか、だからこんな攻撃的なのでございます。なるほどね、なるほどね。さて、2つとも無敵にはなってないですね。やばいね、ちょっと疲れてきちゃったかな、2人で。そうだね、そうだな。超絶対超絶がいきないだね。えい、あらららら。じゃあ僕はオーブイギスアウタークエストでいきます。はい、3、2、1、ゴーシュ。いけ。あー、張り付いてる。なにこのすごいペイ。え、嘘でしょ。すごい面白い。うわー、なんだこれは。あれ、負ける。あ、よかった。 3、2、1、ゴーシュ。さあ、また行きますよ。なにこのとどまる感じ。ポンポン、面白い。ポン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 。斜めになってきた。あ、負けちゃった。3、2、1、よし、ダキン。無敵になってる。ノン、無敵にはなってる。なのになんだよ飛ばされないじゃん、この子オーバーなしだ、本当に。
飛ばされない、面白い、ヘッドフォー、おー、降り立った。じゃあ次にクラッシュラグナルク5クロスボルカニックラッシュでいきます。はい、3、2、1、ゴルフ。さあ暴れまくれ、おー、3、2、1、ゴルフ。ドリャー、来た来た、おー、飛ばー、すごい、あ、でも自分でダメージ食らった感じだね。3、2、1、ゴルフ。あー、じゃあ最後にブラッティ・ロギウスワンダッシュダガーサイクルでいきます。はい、3、2、1、おっしゃ、おいっしゃ、おいっしゃ、3、2、1、おっしゃ、おっと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 、3、2、1、おっしゃ、おし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 、これ使して OV です。いいよ、このクエストドライバーちょっと気になってしょうがない、うん、じゃあ僕はデッド派です。ゼロバンプでストーリーダッシュでいきます。はい、3、2、1、ゴーッ。おっと、来た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 、すごいすごいすごい、まあ、その分アタックしやすい、その分これなんか飛ばされないんだよね、これ、うん、え、嘘でしょ、飛ばされないんだよ、派手の重さでも。うわうわうわ、どういうことだこれは。そしてベアリング効果で長く回る、めっちゃ回る、当たらない、リフレッシュタイプなのに神谷っぽい。うわー、ハイズやった、3、2、1、ゴーシュ。外ね、もう逃げる作戦。あ、これ、これでいい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 、はい、当たるのやめろ、当たるのやめろ、当たり、でもここで、ここで待機、ここで待機、あー、ダメ、これじゃ当たんない、これじゃ当たんないで。はい、さすがにハデスの女だとこうなりますよ。そのアウターがすぐ当たってピン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 になる。あー、当たった、よし、3、2、1、ゴーシュ。パキン、意外とこのロックも硬いのかな、うん、全然バーストする気配がないね、こんだけ当ててんのに、うん、んのに、いや面白いこれ、いい音も出るしね、今までのベインない動きだよね、パキはしたけど面白かった。はい、ということで今回はベイブレードバーストの超絶カスタマイズセットでした。ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったな、気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、それと今回のおすすめ動画はいつもとコンテンツますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということでですね、超絶バルキリーの方についてたこの超絶改造ガイド、うん、次回のベイの動画はこちらになるかと思いますね、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。